おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことでね、今日も元気にサカツクやっていきます。さあ、私の残り GB 見ていただいたら分かる通りですね、852個と、100連回し終わった状況でございます。いやー、すごい結果でした。何とは言わないけれどもね、すごい結果でした。でですね、一つご報告といいますか、今回はね、とりあえず10連、20連引いた動画になります。でその後に345の30連で6789の40連で GB 切れちゃったので買ってきて別でやってる、まあ最後の10連の1枠の動画ってなって、ちょっとですねガチャの動画が続きます。無課金の方とかでガチャの動画あんまり好きじゃないよっていう方はね、ぜひぜひ飛ばしてみていただければなと、ぜひ見ていただきたいんですけれども、一応ね、ガチャの動画ばかりになってしまうことをご了承いただければなと思います。まあね、今本当に GB 使い切っちゃってて、これどうだろうね、ガチャの動画、まあ、しばらく出なくなるかなとまた思いますので、とりあえずね、ここ今から3、4本ぐらいはガチャの動画がメインになりますので、そちらの旨だけねご了承ください。リバプールガチャ、私も GB 全部使い切って、まあ若干なんていうんですか、やりきった感があるというかね、まあこういう状況でリバプール、レジェンド、そしてこの紫ね見た中でどれが個人的には、まあ、一番良かったかなって言ったら、まあ、難しいんですけれども、安定の紫だったんじゃないかなとは思います。ただ確率で考えたらレジェンドなんだよね。性能で考えたらもちろん紫リバプールの方が強いんですけど、 6% のリバプール、 5% の紫、まあ、紫 5% ってやっぱかなり厳しいので、まあ、ただねその分特別獲得枠が紫にはあるんですよね。1、3、5、7、9、10でリバプールの方は特別獲得枠が1と6と10しかないと。ただその代わりリバプールは3、5、7、9のそれぞれのステップで覚醒素材が手に入るといった形で、ボーナスは同じようなものでした。でレジェンドの方は逆にね、覚醒素材も手に入るし特別獲得枠もあるしっていうことで、かなりいいものになってますので、まあ、ラインナップもねしっかり見た上で決めていただければなと思います。特にこのリバプールガチャの難しいところなんですけれども、まあ、1人出る確率が 0.6% なんですよね。1人当たりの出る確率が 0.6%、 星5がねかなり低いんだよね。でその状況で、とりあえず今の中央突破の現状で考えると、仮にキャプテン特徴持ちのヘンダーソン引いたとしても、サラーとマネっていう2人のフィニッシャーを引かないと中央突破前線の3トップが組めないんですよね。でじゃあ他のフォーメーションコンボにすればいいじゃんってなったら、今度はジョーダン・ヘンダーソンインサイドハーフで入れれるフォーメーションがほとんどなかったりだとかっていう状況で、今の中央突破のこの現状を踏まえると、キャプテン特徴生かしたいんだったらマネ・サラー・ヘンダーソンの3人を引かなければならない。で逆に、まあ、フィルミノ・マネ・サラー引いてもヘンダーソンが来なければキャプテン特徴はできないし、逆にサラー・ヘンダーソンはフィルミノとかでねトレサグが一応、まあ、右左準々適性を持ってるので、まあ、そこで対応してもいいかなとは思うんですが、まあ、結構個人的には、まあ、ヘンダーソン来たところで使い道がないというかね、サラー・マネがいないと使えないっていうか、で逆にサラー・マネ来てももちろんヘンダーソンの特徴がないとこれ以上のバフはかかりませんし、結構難しいねガチャになってるのかなと思います。特にヘンダーソンのね特徴として準適正ポジションが1個で、適正ポジションが1箇所しかないっていうことでかなり使いにくいんですよね。中央トップのインサイドハーフがあるフォーメーションコンボじゃないと活躍できない、中央突破のトップ下が1人でそのトップ下がインサイドハーフじゃないと活躍できないっていう、かなり縛りの強い選手になっちゃってますので、その旨だけねご了承した上でこれ引くなら引くといいんじゃないかなと思います。そうやって考えたらね、安定の紫とかの方がいいのかなと個人的には思うんですけれども、まあ、運よく引けたらリバプールすごい強いと思いますので、また自己自身とね相談して決めてくださいってことで、とりあえずね今回は私のまず10連20連目から見ていっていただきます。どうぞ。さあそれでは早速引いていきましょう、リバプールガチャ。いやー、とりあえずねまずは10連20連目やっていこうかなと思います。1連目、10連目で特別獲得枠が 30% の確率であるんだね。だいぶいい気がする。 30% ってね3分の1で来るって考えたらだいぶ大きいですよね。さあ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 、期待の、まあここでねもう一発目で来てくれていいです。もう一発目で来てくれ、一発目で、フィルミノまたは、誰だろう、サラーかな。まあでもフィルミノが欲しいよね、やっぱ
サラーもめちゃくちゃ強いんですけど、個人的にはシャドーストライカーのめちゃくちゃ優秀な選手欲しいので、フィルミノが欲しい。パスカットいいですよね、絶対あったらね。前線からの守備って理想っていうか憧れというか。さあさあさあ頼みますよ、ハリロビッチ。まああの紫ガチャと同じで確率がだいぶ今回も低いのでね、まあ、なかなか来ないかなとは思うんですけれども、どうだろう、来てほしいな、頼む。チャーリー・ムソンダ、ベルギー。ベルギーも悪くはないんだけどな。星4か、星5か、星、頼む、星5来てくれ。来い来い、星3。まあ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 仕方ないね、まだね、まだ焦るには早い、10連目だから。さあさあグイデッティ、まあ、スウェーデンはねインターナショナルカップまだ終わってないので個人的には結構嬉しいかな。こうやって見ると星4ね、一瞬期待しちゃいますよね。この一瞬の期待が結構痛い。さあファビアン・デルフ、デルフもいいプレイヤーですよね。さあ悩ましいところ、マイク・イェンセン、デンマーク、イェンセン。お、獲得枠でこれか。そうか、まああの以前ね紫ガチャ引いてから獲得枠一応全部来てて、だから獲得枠って出るんだねみたいな話をちょっとしたんですけど、獲得枠ってちゃんとピンクで表示されるんですね、星さんとかじゃなくてもね。まあ、どこか特別獲得枠の抽選が入ったかどうかを見やすくしてくれてるっていう、まあ、ことなんですね。まあ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 10連目はこんなもんでしょう。さあ20連目はいきますよ、頼むぞ、いいやつ来いよ、頼む。いや緊張するね、あれが欲しいね、あれも。アリソンも欲しいよね、アリソン結構強いんですよね、やっぱりスイーパーゴールキーパーのあのパス。まあアリソン自体で運用するか、まあブッフォンに移植するかは別として、とりあえずあのパススキル欲しいよね、フィードスキル。全然あれセンターバックとかにもつけてもいいような気もしますけどね。センターバック、センターバックにあのチェインフィード2枚つけて、でサラーの今回のドリブルかな、あれ3トップ全員につけて両サイドバックとかにも配ったらもう最強ですよね、そのチーム。さあダルウィン・マチス、どこだろうね、わからないけど、カウンター、カウンターか、まだいけるよ。ニコラ・マクシモビッチ、いやー頼む、来い。星さん、誰、イエスパー・ハンセン。デンマークのゴールキーパーって持ってたっけな、どうだっけな、持ってたような気もするんだよな。ダッシュパスカット聖域、えだ、誰だこれ、どこだっけ、フィルミノだっけこれ、パスカットって誰だっけ。よし、まず1人目、そしてフィルミノ、いやこれ大きいですね、これは大きい、フィルミノを引けたのはだいぶ大きいですね。いやいやいや、よかった、パスカット、サイドバックだっけとかって思って、あ、でもそうか、サイドバック今思ったらクロサーですもんね。ってことで、とりあえずはフィルミノ1体目、20連目でね、前回のにもう20連でデブライネ1人引けてるので、ありっちゃあり、ありっちゃあり、まあ、確率というか、出たか、引いた数自体は結構少ないんですよね。紫ガチャの時も引いた数自体は少なかったんですけど、とりあえずフィルミノ1人。いやありがとうございます、いやだいぶ助かった、だいぶあれちょっと気持ちが楽になりましたね。これであれだよね、本当にいらないところ来ちゃってたらおーってなったんでしょうね。さあルガニー、なんかツイッターとか見たらね、もう100連で10体引きましたみたいな人とかいて、いやめちゃくちゃ羨ましいとかって思ったんですけど、やっぱこればっかりはどうしてもね運ですからね、私がどれだけダダをこねたところで100連で10体出てくる人もいれば、100連で1人2人の人もいますので、まあ、1人でも確定か、なんでも2、3人かな、3人、4人、4人だ、5人以下はだいぶ厳しいよね、100連で5人以下は。獲得枠1人あるので、実質100連で4回しか引けてないってことなんで、
そうならないようにね、ちょっと祈ってまたこれから先も引いていきます。とりあえずね、まあ、一発目フィルミノが来てくれて、まあ、とりあえずはなんていうのかな、今自分のプレーの中でね、足りないプレスタバを補ってくれるだけの選手が来たので、まあ、出だしは良かったね。うわ、これも欲しいかと思った。出だしはだいぶ良かったのかなと思います。ってことでですね、またこれから頑張ってちょっとずつ80連引いていきたいと思いますので、ぜひぜひ私のところにね、いい選手来てくれることを皆さん祈っておいてください。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。